を置く不動産会社。2012年までは森ビルグループ。2013年から宝霊弁の持分法適用会社。2021年から京王電鉄の持分法適用会社。東京都心を中心に高級志向のマンションを分譲している。自社自身が開発から販売まで行う、正反一体体制に特徴があり、リフォーム事業や、 仲介事業も展開している。創業以来、住まいとしての安心感や、プライバシーがいかに守られるべきかを最優先条件とし、独自のブランドポリシーを守りながら、分譲マンション事業を展開している。創業10年目に超高層マンションの赤坂タワーレジデンストップオブザヒルを開発、分譲した。また、近年では、フリーオーダープランを採用したマンションの開発。 文譲やリノベーション物件にも力を入れている。1997年創業時の理念は、日本にはない、富裕層が満足する高品質なレジデンスを提供したい。1997年の創業時に森ビルの子森実元会長の出資を受けており、1997年から長らく森ビルグループの一員であったが、2012年に資本関係を解消。 代わって2013年から株式会社タカラレーベンと業務資本提携を結んでいた。株式会社タカラレーベンは埼玉、千葉を中心に郊外で一時取得層向けの物件をメインで展開するのに対して株式会社サンウッドは東京都心で富裕層向けの物件を展開をしており事業の住み分けがなされていた。2021年11月22日 株式会社、宝レーベンとの業務資本提携契約を両者合意のもとに解消することを発表。同日付で、京王電鉄株式会社との間で、資本業務提携を締結することを発表した。京王電鉄は2021年11月22、日付株式上と契約を宝レーベンと締結し、2021年11月29日付で、 普通株式100万株を市場外の相対取引にて取得した。これにより2021年11月29日から京王電鉄の持ち分法適用会社となった。東京、都心、東京、城北、東京、城東、東京、城南、東京、城西、東京、多摩、神奈川県、千葉県、ハット ABC、株式会社サンウッド会社概要、遠隔。 株式会社サンウッド。2021年11月22日閲覧。ABC。業務資本提携契約の解消。株式の売り出し並びに、主要株主である、筆頭株主の移動及びその他の関係会社の移動に関するお知らせ。株式会社サンウッド。2021年11月22日閲覧。ABCD。 京王電鉄株式会社と株式会社サンウッドの資本業務提携に関するお知らせ株式会社サンウッド2021年11月22日閲覧 ABCD 京王電鉄株式会社による株式会社サンウッドの株式取得完了のお知らせ株式会社サンウッド2021年11月29日閲覧 株式会社サンウッド2018年3月期決算説明資料株式会社サンウッド2018年5月16日閲覧その他の関係会社の移動に関するお知らせサンウッド2014年1月17日閲覧業務資本提携契約の締結第三者割り当てによる新株式の発行並びに主要株主である 筆頭株主の移動及びその他の関係会社の移動に関するお知らせ。サンウッド。2014年1月17日閲覧。株式会社サンウッドへの第三者割り当て増資に関する払い込み完了のお知らせ。宝霊弁。2014年1月17日閲覧。サンウッドマンションの分譲実績。株式会社サンウッド。 2018年6月20日閲覧。ありがとうございます。